トリデンテ級潜水艦は、ポルトガル海軍が導入した、通常動力型潜水艦。アルバコーラ級潜水艦の代替として、ドイツのホバルツベルケドイツ造船で2隻が建造された。本級は 209PN があったと呼称されるが、209型ではなく、214型の派生型である。アルバコーラ級を代替するポルトガル海軍の新型潜水艦導入計画に対して、 HDW は当初は209型を提案していたが、後に214型の派生型に提案内容を変更したため、形式上は209型の派生型であるが、実質的には214型をベースとした設計となった。本級はディーゼルエレクトリック方式に分類されるが、非待機依存推進のための燃料電池を搭載しており、2機のディーゼル発電機は浮上航行。 または、首脳を蹴る深度において、もっぱらバッテリーの再充電のために使用される。先行状態で、リスボンと希望峰の間を15日間で往復可能な性能を持つ。1913年以来、ポルトガル海軍は、潜水艦の艦名は、海洋動物にちなんだ命名としていたが、本級は、伝統的な命名規則から外れた艦名が命名された。ウィキメディアコモンズには、 トリデンテ Q 潜水艦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。